こんにちは、岩田ボルトの清水です。本日からボルトの製造工程の方の説明をしたいと思います。まず最初にですね、圧造の工程、こちらの方から説明させていただきます。早速現場の方に行きたいと思います。こんにちは、岩田ボルトタイランドの川瀬です。本日は圧造の工程について説明させていただきます。まずはじめに製品に使用する材料について説明させていただきます。使用する材料は主に SWCH のコイル材を使用しており、日本から購入しております。入荷した材料は一度こちらのエリアに置かれ、受け入れ検査を実施します。合格した材料はこちらの各工種線形別エリアに運ばれ保管されます。では本日のテーマであります圧造の工程について説明させていただきたいと思います。現在タイ工場には大きく分けて2種類の機械がございます。1つ目はワンダイツーブロー、ダブルヘッダーと呼ばれる機械で、1つのダイス、2つのパンチで製品を加工いたします。2つ目はツーダイスリーブロー、マルチヘッダーと呼ばれる機械で、2つのダイス、3つのパンチで製品を加工いたします。こちらが先ほど説明いたしました材料になります。材料をセットします。こちらに送りローラーがセットされており、材料を機械の内部まで送り込み、カッターで材料を所定の長さに切断します。こちらが使用するパンチ、ダイスの金型となっており、機械内部に設置いたします。切断された材料をダイス、パンチの間に運び、パンチ側で材料を打ち付けます。圧造は機械によってパンチのと台数の個数が異なっており、多くなるとより複雑な形状の加工が可能となります。こちらが加工の工程を分かりやすくした CG になります。完成された製品はコンベヤーを通りボックスの中に運ばれます。運ばれた製品は車内検査を実施しまして、次の工程へと運ばれます。今回は圧造の工程を説明させていただきました。圧造の工程はネジのサイズ、形状によって機械の方を選定いたします。今作ったものはまだネジがありません。次の工程、転造でネジの方を製造いたします。転造の工程の方は次回の動画の方で紹介させていただきます。次回もご清聴の方よろしくお願いいたします。